もう終わりだ。はあ、負け惜しみ言ってんじゃねえ。後ろ見てみるんだな。その大門、オウミ。この町はもう俺らオウミ連合のもんだ。お前みたいなチンピラ一人で何ができる。そう簡単に行くかな。おりゃー、相変わらず飛ばしてますね、一番さん。秋山、遅くなってすいません。俺も手伝わせてもらいますよ。助かるぜ、頼む。いい加減にせえや、このクソガキ。今すぐここで殺したるわ。なんや、ホームランのはずがショートライナーになってしもうたわ。あんたが、まさか。この喧嘩、俺らも混ぜろや。なあ兄弟。水臭いやないかお前ら。この町で暴れんのやったら一声かけろや。はるかちゃん、どうしたの？今日コンサートじゃん。ここを片付けてからね。このガキ！なんなんやお前は。暇時のアイドルを舐めないでよ。ちょっとなんなんだよこの状況は。いいじゃないですか。理由は違っても、オウミを倒してこの町を守る。みんな目的は同じですから。つべこべ言わんとさっさと喧嘩の続き、しようやないか。せや、体の熱が冷めんうちにな。よっしゃ、一挙協力してくれ、みんな。おう。ちょっと待て。カムロ町の一大事、お前ら大事な人間を忘れてんじゃねえのか。オウミ相手に一人で暴れてるって男はお前か。おう、そうだ。違う、名前は春日だ。元荒川組若衆、春日一番だ。覚えとけバカ野郎。年齢は23。あ、いや、今日24になっちまったか。職業は東城会荒川組若衆。ち、無職だ。両親は？いねえ。つがよく知らねえ。母ちゃんは俺産んだ後行方知らずなんだな。育ての親は？町で働くクズとバーバーとも。所持金は？一円もねえよ。あ、なあ、タバコ代貸してくれよ。どうして殺しなんかしたんだ？タバコ代だけ頼むぜ。明日返すからよ。ふざけるな！お前、しばらくシャバに出れると思うなよ！これは、すべてを失った、どん底の男が巻き起こす、奇跡の物語。龍が如くオンライン。カムロ町が生み落とした男、春日一番。17年の懲役から帰ってきた彼が見たものは、熱を失い切った町の姿だった。カムロ町を変えた謎と大いなる陰謀を追って、春日一番の物語が動き出す。そして春日一番に呼応する
伝説の男と女たち。彼らと仲間となり、カムロ町で最も強い組織を作り出せ。私に任せて。魂を震わすバトル。じゃ、行ってくるぞ。胸ときめく快楽。カムロ町に再び熱い血を取り戻せ。何も成し遂げられなかったどん底の人生、この街で成り上がり、全てを変えろ。龍が如くシリーズ正統続編、龍が如くオンライン。ちょっと待て、カムロ町の一大事、お前ら大事な人間を忘れてんじゃねえのか。